はーい、こんにちは、タカシです。それじゃあ本日はこちらのゲーム、リトルナイトメア2をやっていきたいと思います。まあ、こちらのゲームはね、まあ、前作っていうんかな、リトルナイトメアの続編でして、まあ、今回はね、前作はシックスちゃんという女の子だったんですけど、今作はモノという男の子が主人公で進んでいくそうです。まあ、それではとりあえず進んでいきましょうか。まあ、なんか、前回はさ、前作はなんか、船だったじゃん、ステージが。今作は違うのね。なんか、普通に林からスタート。外からのスタートです。とりあえずやっていきましょうか。なんだかね。うわ、きったね、なんだ。すーごい虫たがってる。きったないな。なんか、あれだから肉かな。肉とかそういうゴミなんかね。死骸、まあ、死骸に虫がたがっておりますわ。んで、ここを進んでいくと。で、前作、あ、同じじゃない操作方法は。掴むボタンとかも変わらず。で、L で引きずる。おしおしおし。開きました。それでは入ってみましょう。はいはいはい。あ、なんか前作よりもちょっと、綺麗になってるし、動きもなんかね、滑らかな気がする。美しいね、やっぱり。んで、とりあえず進んでいけばいいのかしら?これ、グロいな!うわー!なんだこれ。体から、袋から体が飛び出てる。うわ、なんかこれ、あれかな?なんか罠とかあんのかな?罠にかかった人間なんかな?一度に大量に捕まえたね!豊作ですわ。とりあえず進んでいきましょうか。んで、うん。なんか折れると思ったけど折れなかったな。なんだ?進んでいきます。モノさん、警戒ですな、動きが。んで、これ、上なんかあんな?あれは?なんだろう。あー、これもしかして罠か?あー、やっぱりそうだ!あー!そういうことか。あそこに足を引っ掛けると、かかっちゃうということですか。こんな腑肉にたかるのは、ハイエナぐらいだよ。人間じゃかからない罠ですね。それじゃあ行きましょう。これは、右の高いところを登るためにこれを使うって感じか。はいはいはい。なんか前作よりも奥行きもアップした気がするね。うん。外ということで。前回もやっぱ、前作はまあ船だったからね。部屋を乗り継いでいくって感じだったから。奥行きもね、限られてましたけど。今作はなんか奥行きもあるんですね。奥行きもあるっていうか、奥行きもなんか広い感じがしますね。気のせいかな。とりあえず、おおおおなんだなんだ待て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 急に来あ、これだ、大丈夫これ間に合うダメじゃんこれどうぞあ、危ねえありがてえたまたまこの木がちょうどいい感じの広さあった。危ねえな。それかこれ小人用の罠なんかなそれとも。うん。だからちょうど小人があそこを通った時に引っかかるように仕掛けたとか。で、これはどうすんだ?はいはい。この上に行かなきゃいけないね。上に行かなきゃいけないのはわかるんですけども、どうやって行くんだろう?これ、奥側から行ったら意味ないよな、でも。それじゃ、この仕掛けの意味がないから。どうするんでしょう。ここ、高さ足りないよな。こっち、ちょっと引っかかっちゃった。こっち、あ待って。あここ通れますわ。なるほど。あそれでこの紐か。ここの紐をジャンプで通る。よし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 。ここは回すんでしょ?これはま、前作やった人ならわかりますね。こういうギミックは。はいはい。で、通ります。ちょこちょこなんかハエがたかってるから、あの中にも肉が入ってるんでしょうか。あれも罠なんかな?なんか罠いっぱい仕掛けられてるね。で、これは、大丈夫?大丈夫だ、でも。よかった、危ねえ!高さ、今の危なかったんじゃないの?
シックスちゃんだったらもう割れてたよ。モノ君男の子なんかな。足腰頑丈だったね。とりあえず行きましょう。まあ、女の子だとちょっと、ね。あの、女の子もしなやかさがあるからあれ大丈夫なんかな。男は力強さで女、女性はしなやかさがあるからね。あれ大丈夫なんかな。お？鳥が飛んだね。鳥が飛ぶ。何かあるんでしょう。あ、待って。ああ！縄あった！直前で気づいたけど、直前で気づいたけど間に合わなかった。あ、腑肉を貪ってますわ。来たね。あ、掴む。あ、なるほどね。俺はあの、引っかかる罠っていうよりも、重さの罠なんかな？よしよし！そういうことか。あ、それで高さがこれ足りなかったんか。行きましょう。なんか順調ですね。やっぱり。前作やってると、なんとなく操作が慣れるとか、ギミックはなんとなくこういうやつ感ってわかるから、順調ってか、よい、やすやすと進めますね。で、とりあえず、ここ進んでいきましてと。なんだこれ。あ、待って、取れる？取れた。あー！トラバサミあんじゃん。こういうことか。危ねえ！力強え！これ引っかからずいけましたね。おー、滑り台！危ねえ！大丈夫？これももしかしてトラバサミあんじゃねえの？まあ、そんなもんに頼らずも俺はいける。はい！はい！あ、本当にいける。あ、でもなかったんかな？トラバサミ。あ、あ、いっぱいあるじゃん！あ、よく俺引っかかなかったな。でも、これ、木の棒でさ、トラバサミある、やると思ったけど、別にいけるんだな。ここら辺じゃなかった、今。ジャストに引っかかりましたね、今。もうちょっと手前がない。ということは、分析。分析完了。こう、1秒入った後、後にジャンプ。これか。よし、行きましょう。で、松ぼっくりあるって、多分これもそういうやつだと思うんだけど、そんなもん使わずとも俺は行きますよ。ここら辺じゃないか？はい！はい！はい！ほんとほんと行った！行けるもんだな。ちょっと。お！そんなとこにもあった。とりあえず行きましょうか。ジャンプ。はいはいはい。林を進んでますな。一応奥行きこれどんくらいまでなんだろう。奥行き、あ、ここね。一応、本当に奥までは行けないんだね。あっちの林の奥までは。とりあえず進んでいきましょう。なんだこれ。あ、家？家だ！なんか錆びれた家がありますね。なんか魔女でも住んでそう。で、なんだろうな、ここは。廃墟だよね、多分。住人いるんかな？とりあえず入っていきましょうか。ここから入れそうですね。行きましょう。とりあえずは汚ねえな。足使っ、使わない。固体だ。液体かと思ったら固体でした。これは何だろう？これは肉かな？肉しいですね。でも別にそう、あ、これ開けれる。こん中なんかある？なんか前作みたいにさ、ノーム抱っこできちゃう、前作。だからノームいると思うんだけど、なんか今んとこ見ないね。あと、そうだ。ライターがない。モノ君ライター持ってない。シックスちゃんはもう、ライター常備だったのにね、最初から。初期装備だったのに。モノ君は何も持ってんわ。つや、俺、あんま気にしなかったけど、この子、紙袋被ってんね。なんか顔を隠してるっていうか、なんだろうね。なんかあるんかな、この顔を隠してる意味。でも、シックスちゃんも前回そうだったか、前作の時。カッパでちょっと、ね、顔を隠したから、人見知りなんかな？この子たちは。とりあえず階段生えたんで行きましたけども、なんか武器、なんか、肉を処理するものがいっぱいあるね。とりあえず行きましょうか。なんだこれ。あ、この音楽君が鳴らしてたの？ゲームの音楽かと思ったら、手動で君が鳴らしてたのか。これ、あ、入れねえな。なんか、人がいるねってか。
囚われてる。これかな、これで、あ、これじゃないと。これで割るってわけじゃないんだ。じゃあどれだ。あー、これか。照らされてるね。いい感じに。おの。おーの。おので、おーのーな目に合わすのかな、これで。すいません。これ叩き割れたりしないかな、このねずこは入ってそうなやつ。ダメか。とりあえず行きましょうか。この人は裁縫も趣味なんですね。とりあえず割りまして、と。おし、来た！あ、ごめんね、怖がらせて。別にそういうわけじゃないんだよ。君を助けに来たのさ。はーい。粉々にも、限界まで割りましょうか。まだ残ってるよ、破片が。まだ破片が残ってる。これで終わりかな。武器とりあえず持っとく。もしかしたらあいつ敵かもしんないからな。あれ？あ、ムービーだ。なんか、ドライドゥに近づいてみたいなね。警戒しますね。この子は誰なんだ？うん。あ、手を取り合う。感動的なシーン。え？待って！おい！肩ぶつけられたぞ、あいつ。教育はなってえな。肩ぶつけて逃げ上がった。ん。よくよく見たら、これってあれだよな、海外の正の字みたいなやつだよね。これって。なんだ、囚われてる日数でも書いたんかね。うん。なんかたまに、あ、上に逃げてる。海外ドラマとかでもさ、監禁された男がさ、あれ書いて、日にちを把握してとかあるけど、たまに。そういうやつかな。いたね。あああああ。あっちあっち、そっちそっち？こっちはないの、なんも。こっちは？こっちは、なんもないな、でも。ね。服。ここに住んだ人の服とかかな。とりあえず、進んでみましょうか。右に。あの子が、おぉ、びっくりした！え、大丈夫？え？気づかれてない。え？あ、待って。人形だ。人形？怖っ。生活してると見せかけてる。なんでだ？どういうこと？これ、目飛び出てるし。なあ、なあ、なあ。どういうことなんでしょうか？いやー、不気味！とりあえず行きます？あの子の後をついていきましょうか。なんだろう、あの子も。ここで囚われてる。あ、いた。はい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 。あ、逃げようとして俺から。お、なに、おい、俺は怖いもんじゃないよ。信頼して。なに？あ、カモンって言われてる。あーあ飛べっていうこと、それで。いけるか、それ。アニメとかでやってるやついるけどさ、絶対無理よな、これ。これで高くなんないよな。それやるぐらいやったら肩車で肩も乗せてよ。おーおー、力持ち！すっごい力持ち。一回完全に俺のこと思ったよ。で、踏ん張れるモノ君もすごいな。あんな不安定な場所で、手の上とかいう不安定な場所で。とりあえず進んでみるか。あの子もついてくるんかな。なんか仮面があるな。なんだろうこれ。とりあえず行きましょうか。上と。あ、ん？これもしかして押さないと無理じゃね？高さ足りる？足りないよな。これ押さないと無理じゃね？行こうか、押してみよう。あ、一人じゃん。あ、二人で進んでいくと。はい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 。二人で行きましょうか。よし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 。いいね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 。もう、僕たちは出会ったばっかだけど、もう親友ですな。えい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 。行きましょうか。んで、これを取るためには、これじゃないか？あ、でもクランクがないね。クランクどこにあるんだろう。クランク、クラン、おお、待って待って待って。これ何？何よこれ。うわぁ。人の死体だよな、普通に。青ざめてる。
が吊るされてる。いや、なんかこんな、え？前作よりもちょっとグロくない？こんな決定的にさ、うん。なんか死体の足を見せてることなんて、あったっけ？いやー、グロいなー、今作。いや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 。なんか恐怖が増しますな。で、なんとなく来たけど、またやってくれたな、ありがとうな。とりあえず下進んでいくんかな、これは。うおおお、あ、え、あ、待って、これもまた人形か。いや、わかんない。行きは動くかもしんない。ちょっと警戒しよう。あ、違う違う、人形だ、また集まってる。おっとっとっと。おわぁ。ベロもちゃんと作られてるのは怖いわ。よくよく見たら。こわ、クランクあるね。他になんか、何もないかでも。とりあえず持っていきましょうか。とり、で、下潜ってと。はいはいはい。これクランク回すんだよな。よし。よいしょっと。えい。これで、何？あ、あったよ。あの子やってくれんの？優しい。勝手に動いてくれる。俺もします？回せない。あ、これか。これを掴むってこと？なるほど、なるほど。以心伝心ですね、私たちは。君と僕は、以心伝心。取れる、これで。取れた！で、鍵を持ってくと。な、鍵眺めて。あ、え？あ、鍵閉まった！はあ、今作は鍵をしまうのか。前作はさ、なんか鍵さ、持ってったじゃん。持ってってその場所まで行って開けた。あれ、もうノーム君、ノーム君がいる。あっち行った。この後追いかけたら抱きしめられたりしないかな。なんかやっぱり、いろいろとパワーアップしてんな、今作。新しくなって。新しくなってって言っても、このゲームね、1年、2年前ぐらいのゲームなんだけどね。でも前作に比べてね、ちょっと、変わった場所いっぱいあるね。鍵をしまうっていう。結構大変だもんな、鍵持ってくんの。ありがたいわ。とりあえず進んでいきましょう。よしよしよし。また抱きしめてあげるよ、君のこと。スライディングした、今。この下？こんなか？あ、来た！追いかけようか。足引っ掛けようとしたね、今。あれ、あ、こん中、こん中に。なんかここさ、入れそうと思ったから違うんだ。入れそうと思ったけど。そっちじゃないと。あれ？でもあの箱、開けるためにはどうすんだ？上行かないとダメだな。登れないよね、でも俺。あ、来た！あ、いたいた。あー、めちゃくちゃどっか行っちゃうな。次どっち？え？あ、こん中だ。どこから入った、それ。かくれんぼかな、これは。あ、こん中次や。ここ？ほこりめっちゃまま汚えな、これ。あ、出てきた。絶対気持ち悪い。ああ、開けた！やっぱこっちがいけるんだ。で、暗いなー。ライター欲しい。あ、来た！ん？なに？あ、火つけてくれると。ん？あれ？ん？でも、この子、その、あ、ん？あ、こっち側に道がある。こういうこと、ああ！一瞬動いてくれんだ。なんでてか、ノーム君ここにいんだ？ノーム君ってあの船の、モーのさ、人、子じゃなかったっけ？なんでノーム君ここにいんだろう？これ持ってる。あ、なるほど。これで、あの子を連れてく、ああ、あるね。あっち側に道。よいしょっと。とりあえず進んでいってと、ん？なんだ？この先行けねえな。あれ？行けない。あ、なんかあったんかな？あ！ん？何？あ、開けてくれた！ありがたい！で、これどうすんの？あ！つけてくれるんだ。で、このレバー引くと？レバー引くとどうなんだ？登れないの？これ、俺。あれ？登れない。こっち側、で、いけるかな？あ、しゃがんじゃうからジャンプできないな。この、あ、登れないよな。これは？ただお酒ですわ。どうすんだろう。あ、ライトついてる。あー、
ライトついてて、でも俺なんかネズミいる、きったね。ネズミ捕らえてる。でもこっからどうするんだ私。あ、待って、これ上行けますね。上、あ、行けるね。あ、なるほど、ノーム君とのところまで行くってことか。とりあえずちょっとここに、多分ここ端だといけないと思うから、ここにセーブしてと。よしよしよし、とりあえず行ってみましょうか、ノーム君のとこまで。なんでてかいいんだろうね、本当にね、ここに。ノーム君ってさ、ネタバレになっちゃうかもしんないけどさ、まず、あれ、なんだっけ、支配人。レディーか。レディーのさ、力だよね、確か。レディー、あー、いけなかった。レディーの力で、ノームになるんだよね。あれ？じゃあ、レディーがここにいるってこと？そんなことないよな。レディーって、門から降りてるとこ見たことないし。あ、でも死んないんか。門から降りてるかもしんないんか。オフシーズンとかは。もしかしたら、避暑地とか行ってるかもしんない。避暑地に。これ、ジャンプ。あ、できるね。いけたわ。で、登っていきまし、あっち側、でもあっち側なんもなそうだな。こっち側にもなんかある？これ上行くと、上、いや、なんもないね。ここは、ああ！いてえ！ここなんだろう？レディのオフシーズンの避暑地とかなんかな？いや、なんかレディこんなとこ来ないよな。こんな汚いとこ。結構なんか綺麗好きっぽいし、あれいない。ノームくん。裏切った？ノームくん。あれ？ノームくん？ノームくん？いないな。どこ行っちゃったんだろう？またこの下なんかな？おいしょっと。いった。よいしょっと。いてー！結構高いとこから降りても大丈夫だね、でも。もうじゃない。の、もう、ものだか。もの。ものくんは。おいしょっと。ここで、こっち側行けると。てか、めっちゃあの子待たしてんな。大丈夫？あ、来てくれた！大丈夫だった？ごめんね、めちゃくちゃ待たして。とりあえず、行こうね、先。ちょっとね、なんか、ノームくん、ノームくん？ノームくんは？ノームくんいないね。あ、ちゃんとしっかり降りてる。一段ずつ。あんな降り方しない方がいいよ。今、全身打撲してるもん、俺。で、これ、鍵どうって使う？あ、使える使える。いけたね。いいね。この鍵でさ、しまえるシステム。で、これ、奥のこれ多分トイレだよな。トイレは開かないと。足跡あるね、よく見てら。ここにやっぱ人来てるよな。そういうことは。とりあえず進んでいきましょう。これ、あ、これも、あれか、また二人で。二人でか。そういうわけじゃない？二人で押すんじゃないの？ああ、やっぱそうだよな。まあ、勝手に一人で進もうとすんなよ。あ、ここまで？で、これでいけるの？いける？いける？いける？遠く？届く？届きますね。あの子は？いける？あ、来てる来てる。よかった。なんか落とすんな。誰かいる？毛皮がすごいいっぱいある。毛皮、ああ！いる！やばいやばい、待って待って、隠れろ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 、大丈夫か？ダメだ、いて！誰かいたね。なんだ？ここの住人か、やっぱり。これしゃがむのどうやんだっけ？しゃがむしゃがむ。カモンカモンカモン。なんか呼んでる呼んでる。静かにせえって言われてる。落ち着け、静かにしろって言われてる。あ、ダメ、ダメだって、ダメだってって。お前何してんだって言われてる。どうやってしゃがむんだ？あ、これか。よし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 。めっちゃこの子に仕返しちゃったよ。この子は一番わかってる。これどうすんだろう。音気づかれないんだ。音。じゃ、今、しゃがんでるからか。どうすんだろうね。うわぁ。いやぁ。逆光に照らされて不気味ですな、本当に。で、銃を持ってるけど、小突くと。とりあえず行きましょう。で、これ、あ、ここ通るってことか。
あ、待って、めっちゃ落とせる。これめっちゃ落とせる。めっちゃ落としてる、めっちゃ落としてる。大丈夫、大丈夫、大丈夫。おー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 おお、来た来た来たね。うわ、腑に食いまみれた今。やば、待って、逃げろ、逃げた。あ、待って、これどうすんの、どうすんの、どうすんの。逃げろ、逃げろ、逃げろ。あ、痛い。撃たれた。これどうすんの、マジで。あ、待って、あの子、あの子の後、ついていこう。うわ、危ない。だって、行こう行こう。あ、おい、ジョジョジョ。この子、この子、当選星。あ、待って。この子の後ろついていけば大丈夫。またこれ、障害物か。おしおし、それ見えてない？あの子ちょっと見えてたよ。あ、こっちで次。おし、危ねえ。で、次はどこに隠れる、隠れる、あ、隠れる場所ありました。下ですね。失礼します。危ねえ。危ねえよ。よかった。ちょっと見えてても大丈夫？大丈夫そうですな。一つしか開いてなかったね、穴。あれ苦しくないんかな？なんで被り物してんだろう？なんだろう？被り物。寒い地方なんかな、ここ。おお、ガタガタしてる、ガタガタ、ガタガタ、ガタガタしてる、めっちゃ俺大丈夫これ。ブルってる、ブルってる。怖くてブルってる。え、手繋いで、手繋ぐ？手繋いで、あ、手繋いで、あ、安心した。手繋いで恐怖が薄れた。かわいいね。めっちゃいるな。大丈夫かこれ。しゃがむんじゃないか、そのうち。こっちライト、見られてる。痛い。手下ご、手下ご。どうすんだ、うん、これ。あっ、今見られてない、これ。見られてないのか。ちょっと、大丈夫俺。あ、俺ちょっと、被り物が、自然に隠れる色してるから、バレなかったんかな。これ今ダメだね。ちょっとアウトの時があるね。あまり行き過ぎない方がよしと。ちょっと隠れたい。待って、ここ草むらがないな。今大丈夫か？ダメだよな。あっち行った時に、テイさんご？あっち行った時に、ちょっと待って。まだない？これ、これ、こ、こ、これ、これいける？これ今だ、これ俺いける？見えてない？見えてないみたい。よし、行こう。今のタイミングで進む。大丈夫か？大丈夫そうですな。いけたいけた。バレずにいけてましたね。はいはいはい。バレてないこれ。バレてません？おお！大丈夫よ！おお！あ、当たったよなお前。当たってなかったみたい。うん、いいな、この子。とりあえず進んでいきましょうか。あれ、手繋いでいけないんか？あ、場所が間違ったんか。じゃあ手繋ごう。よしよしよし。行きましょう、行きましょう。はい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 。もうこれ手繋がないと俺ブルっちゃうからな。とりあえず進んでいきましょうか。この先は何が待ち受けているんでしょうか。出口に来ましたね。まあでも今回はこれにしよっかな。結構時間もいいとこですし、ちょうどいいんでここらにしましょう。それでは、リトルナイトメア2、実況しました。いやー、なんでしょうね。うん。外っていうのが新鮮だよね、やっぱり。ここからどこまで行くんでしょう。で、ここはどこなんでしょう、本当に。何しに来たんでしょうか、もう、もの、ものか、もうじゃなくて、ものくんは、ここに。まあ、その謎とかもこの先解けるんかな？とりあえず、今回公演します。それではまた次回の動画で。あ、なんか咳してる、大丈夫？風邪薬飲む？ないけど。それではまた次回の動画で。バイバイ！